2023年度第1回英検1級の語彙問題の分析と解説、かなり難しかった。やっぱ過去に出てる単語が多いですね。2回目の出題で2回とも正解になってますね。 100% あれとつなげればちゃんと覚えやすいですよ、この単語は。そうで始まりました、もっちゃチャンネルです。さあ行きましょう。2023年度第1回英検1級の語彙問題の分析と解説行ってみたいと思いますね。いや今回はねかなり難しかったっていう印象ですね。まあいつもその問題ね実際解いた人から送られてくるわけなんですけど、一番間違ってる回でしたね、答えが。でまあそれ見て僕は修正したりするんですけど、ここが違いますよとかっていうねやったりするんですが、その回数が最も多かった。特に前半部分と最初のページね、まあなんかツイッターでももう来てたんですけど、前半部分が難しかったっていうのと、前半と最後の熟語のとこでしたね。真ん中は結構できてたんだけど、前後の部分がかなり間違ってたんで、あやっぱ今回難しかったんだなっていう印象です。どうでした？受けた皆様ぜひ教えてください。で今回もデタタンさんの提供のもとお送りいたしたいと思います。はい、英検1級の英単語問題取りたいって言ったらここまでやんなきゃダメですよ。デタタンのねそのデータをもとにどれだけ出題されてるのかを見ていきたいと思います。確かに難しいんだけども、初めて正解になってるとかも結構あるんだけど、やっぱ過去に出てる単語が多いですね。1級に関しては初めて出たのが2単語だったんで、正解になってるやつで初出場は2単語だったので、まあ23問はデタタンやってちゃんと単語覚えてれば正解できたっていう感じですね。でデタタンは常にアップデートされていきますから、新しい語のねすぐにアプリに加わります。じゃあ見ていきましょう。1個目が extricate かな。 extricate は from 取ってたんで、まあ解放するは分かりやすいですね。これ何回も出てるの覚えてるんで、あ5回出てますね。あただ初めて正解になったんだ。へえ、5回出題されてて初の正解だそうです。次が conversant、 なんか能力があるとかそれについて詳しいみたいな、 conversant in の形で取るよね。今回 in English だった気がするな、英語できるみたいな文だったと思いますね。これが3回出題されて初めての正解と、うんうん、で続いてが predicament、ああはいはい、苦境的なやつね、よろしくない状況だよね。これ3回目の出題で3回全部正解になってますね。ほう、まあ、これは何度も見る単語なんでよく知ってますね。次が indelible、 ああはいはいはい、消せないってやつだよねこれね。なんかいつまでも記憶に残っちゃうだっけ、なんかそんな意味 で出てたと思いますね。そうデリートできないんですよ。4回目の出題で、あ2回正解になってますね。続いて intercede、 ああはいはい、 intercede ね、仲裁するってやつ、インター中じゃないですか、 seed は進むんですけど、その中に入っていくっていうのね。で2回目の出題で、あ2回とも正解になってますね。で続いて arbitrary、 はいはい、 arbitrary っていうの、恣意的なとかって訳されるやつですけど、まさに no reason ってことですね、理由がないっていう意味なんで、本文中にちゃんとね for no reason っていうヒントが載ってたんで、まあ、そこで解けてほしいかなってですね。3回目の出題で2回正解になってますね。で次は conduceあ、何かにこう繋がるとか貢献するみたいなやつだよね。be conducive to ing とかね、何々するのに貢献するみたいなやつですね。で、確か形容詞でかかってる形だったっけ？なんかそれで conducive to ing の形取ってたと思いますね。いや、むずいよ。conducive は4回出て初めての正解なんだ。ほうほう。続いて calibrate。あ、はいはい。calibrate、こう測定するってやつね。なんかモニターの大きさを測定しとけって出てたよね。で、calibrate は2回出題されて初めての正解と。で続いて miss normalはミスとの名前ですね。だから間違ってるよその名前ってことなんで、誤称とかって言ってね、なんか100年戦争だっけ、なんかが100年じゃねえよみたいなって言ってたよね確か。3回目の出題で2回正解になってます。続いて allude、 あほのめかすね、2回目の出題で2回とも正解になってますね。 100% じゃん。続いてボイアンですね、あの浮力のあるってやつだね、船が浮いてるみたいなんで出てたと思いますけど、あれですよほら V って言うじゃないですか、あの浮いてるやつ、あれと繋げればちゃんと覚えやすいですよ、この単語は。5回目の出題で初めて正解になったと。続いて、eerie ですね。あーなんか奇妙なってやつでね。いやーとかって覚えた記憶があるよ、昔。2回目の出題で2回とも正解になったと。で、次が footage。あ、映像っていうので出てましたね。日本語でも言うね、映像フッテージ。言わない？3回目の出題で3回とも正解になってますね。正解になりやすいんだね。次が adherent。このルールを守るが adhere to だよね。だから今回は形容詞で adherent to。っていう風になってましたね。それ守る、遵守するみたいな意味で出てた。次が infirmary。 あ、infirmary 初出場ですね、初出題で初めての正解になってます。医務室とかさ、そういうので使う表現ですね。これもなんだろう、映画とか見てて覚えた単語かな。次が haphazardly。 はいはいはい、出ましたね。すごいデタラメになんか物入れちゃうみたいなでしたっけ、そんな感じで出てたと思うんですけど、まあ偶然にとかっていう意味もあって、ハップがあのハップんですよ、偶然ですね。
ハザード、あの危険って意味のハザードね。だから両方とも偶然っていう単語から来てる。偶然と偶然が合体した単語ですね、これ。4回目の出題で2回正解。まあ何回か、なんでだろう、ちょこちょこ出会ってはいる単語だな。次、リバンプ。はい。あ、まあこれは何回も見ている単語だな。改造するってやつね。5回目の出題で2回正解。次が versatility。 はいはい、 versatile っていうのね、トイックにも出たことありますけど、多彩的なやつでね、能力が優れてるっていう意味で出てたね。そのものにも使えるんですけどね、いろんな用途があるっていうので、5回目の出題で3回正解、うん、で次 tart。 はあ、出たね、酸っぱいね。 tart taste って出てたと思いますけど、初出場で初めての正解と。ほんほん、次は verbose。 あー、くどいってやつだっけ、なんかいっぱい喋るやつね。そう、このバーバルと同じですよね。だから言葉のです。あ、そう、バーブと動詞もそうですけど、あれワードと同じ語源ですからね。5回出てきてて初めての正解。あ、これ初めてだったんだ、バーボース。次がブレイズン。あ、厚かましいね。性格悪い人のなんか話でしたよね、これ。あれか、犯罪者か。犯罪者が捕まえてみろみたいな感じで確か出てたよね。6回目の出題で2回正解になってますね。続いて熟語です、ここから。ファンアウト。はい、ファンアウトね。いろいろなこう配置するとか散らばるみたいなやつだったよね。なんかを配置してたよね、確かね。何を配置してたっけ、忘れちゃったけど、なんか出てましたね。あのファンってこう扇形じゃないですか、うちわとかね。そう、だからこうパーって配置するイメージ。4回登場してて2回正解になると。次、リブダウン。はいはいはい、否定で使うよね、リブダウンって。もうなんか一生ついて、まあ Never live down 何々、 experience だったっけ、後ろ取ってたの。その経験、それをずっと失敗しちゃったっていう経験が一生ついて回るみたいなね、感じですよ。だから忘れられないってことね。次、rain in。 あ、解説した、どこかで。あれ、どっかの動画で言ってたっけ、カットしてるかな。何かを控えるってやつですね。しないようにするんです。4回目の出題で2回正解と。で、次、あー、hold out for ね。これ難しいよね。多分消去法とかでやんないと無理かなと思うけど、そう、この求めるの for ですね。で、それ求めて合意しないんですよ。合意を渋るってやつ。ちょっと給料低いからちょっと交渉みたいなね、そんな話でしたよね、確かね。やっぱ熟語はむずいよね。出会ってるか出会ってないかだね、やっぱね。相当やっぱレベルの高いものも多いので、ぜひともデータタンやってですね、ちゃんと出会ってください。この出会うっていうのがめちゃくちゃ大事になりますので。はい、それでは実際にデータタンをやってみましょう。じゃあ今回は名詞やってみましょうかね。ステーク。ステーク。コンフラグレーション。コンフラグレーション。カタリスト。カタリスト。ガイズ。ガイズ。ペンシェント。ペンシェント。レボル。レボル。ヴァニティ。ヴァニティ。フリーション。フリーション。ラッド。ラッド。エクストラヴェート。エクストラヴェート。タリー。タリー。これか。consternation。 consternation。 reconnaissance。 reconnaissance。 impunity。 impunity。 impetus。 impetus。 あ、コンストレス、驚愕。しまったー。何をしたんだろう、あれ。間違っちまったぜ。いや、結構レベル高いのもあったな。まあ、知らない単語ではなかったんだけどな。まあ、コンスタネーション見ると。コンスタネーション。で、これのすごいところは、それを、これだけじゃよくわかんないなって言った時に、辞書に飛ぶことができますね。お気に入りの辞書登録しておけば、そこで一発で飛べるんで、お気に入りの辞書を、僕は、まあ、物書き堂っていうのが入ってるんで、僕の辞書の中に、それを登録しますね。そうすると、そこに一発で行けるようになります。仰天。あー、two ones consternation ね。はいはいはい。驚くことに、あの、two ones surprise。みたいなやつね、語源知りたいなとかね、いう時に見ると、スターナが恐怖だよとかっていうのをこうやって見ることができるわけですよ。で、さらにいろんな辞書で調べることができるんで、その中でまあ自分自身はこのユーグリッシュが好きなんですよね。 YouTube の動画でこれ単語が使われてるのを出してくれる。これ BBC だな。 And their programming caused tremendous consternation forAgain for labor as well as conservative governments alike. っていう風に構図と使うんだとかね。And that caused a lot of consternation on the floor. はい、これもそうですね。構図と一緒に使われている。The speech created such consternation that Emerson was immediately branded an apostate. はい、っていう風に、あ、create とかとも使うんだなとかってね、コロケーションですね。5と5の相性がわかるわけですね。さらには D ボタンを押すと
過去にどういうふうに出題されてるかわかりますね。正解になった数も何年の何回目に出たかっていうのもわかるわけですね。はい、という感じでぜひ皆さんね、データターンやってみてください。概要欄コメント欄に貼ってありますので、ぜひダウンロードしてください。受験された皆様本当お疲れ様でした。ぜひ皆さんのね、受験されたその感想をお聞かせください。いやー難かった。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。